はい、えー、それでは始めてまいります、皆さんこんにちは、えー、こちら、えー、今年は無理と諦めるのまだ早い、えー、3か月で何とかする必勝学習法と題しまして、私の方から今後の勉強法についていろいろ説明をしていこうと思います、えー、まずこちらのガイダンスレジュメの方こちら手元にあるのを確認してください、えー、通信などの方、登録をして,、えー、していただけると、えー、ガイダンスのレジュメの方はダウンロードできますのでぜひ登録の方をお願いいたしますでは今回のガイダンス、どんなテーマでお話をするのかと。 端的に言うと一番初めの絵に集約されてます成績を見るうわっこれ私の点数ちょ,ちょっとこれ低すぎないこんなの見たらやっぱり思うんです今年は無理じゃないかとはい こういったことに対するアドバイスだと思ってください。具体的に言うと、当連の点数などで、20点前半台、ここもいかないと。20点前半台までいかないという形の方へのアドバイスがメインになります。逆にちょっと20後半までいってるけど、そこから伸びないよという方に関しては、また別のアドバイスになりますので、その点だけご了承ください。まずは点数がちょっと20点前半までいかないという方に対するアドバイスのガイダンスだと思ってください。言いたいことが3つあります。まずは、このページの真ん中の四角枠を見てください。 多くの方は原因は演習不足です単純に演習不足ですですからこっからの演習の量で絶対変わりますただそれでも2ページの方を見てほしいんですが 演習をメインにすると言っても、全体的な方向として外して欲しくない勉強法。それがいくつかあります。集中してほしい。これは左のページ。右の方、繰り返す回数を増やしてほしい。じゃあ回数を増やすにはどうすればいいかっていうのは右のページの下の方。そしてページの方は4ページ、5ページの方に行って、 じゃあ平日どんなふうに勉強するのとか右のページの方は「当連などについてはどういう扱いをすればいいの?」という話。で最後6と7ページの方を見ていただきますと特に7ページかな。この7ページの方では特に科目ごと分野ごとに点をある程度伸ばすんだったらここをメインにやった方がいいよと。 をある程度のところで伸ばすんだったら絞っちゃった方がいいんだとこの分野に絞るといいんだよとといった話をしていこうと思います全体的にはこんな話になるんだと思ってくださいでは1ページの方から一つ一つやっていきましょう1ページの方をお願いいたしますはい1番目の資格枠必勝学習法総論本当に実力不足なの それとも単純に演習不足なのバーがあります。一番上見てください。インプットテキストで論点は学習している。でも点数が残ってない。点数が出ない。じゃあなんでかっていうとその横です。その知識を使う回数、ここです。使う回数が少ないんです。入れるっていう作業をしても それを使ってないんですよ。使ってなければ記憶に残るわけないんです。入れるだけでは記憶に残りません。いかに使うかで決まるんです。じゃあどうすればその力が身につくかっていうと、よいしょ。結局は 演習なんですよ結局、演習がいるってことなんです。じゃあ次、2段目。知識はそこそこ持っている。でも点が上がらないと。じゃあ、それは何でかっていうと、その横ですが。 どの知識が問われるかが分かってない。だから、ここです。ありとあらゆることを検討してしまう。ここなんです。ちょっと説明をしたいんで、こちらの方よろしいでしょうか。あの、初めて勉強した時っていうのは、問題見た時にね、180度、全方向から問題が出ると思っちゃうんです。だから、全方向のことを考えて検討するから、当たらないし、時間もくんです。でも、演習をいっぱい繰り返してると、 角度はこんだけあるけど、どうせこの辺りからしか出ねえんだよなっていうのが分かってくると、問題見たときに、180度全体が考えるんじゃなくて、よく出るその3つ、そこから検討始めるんですよ。ちょっと聞きたいんだけど、無権代理で、無権代理人に追認。どうなんな論点相手が分からないから無権代理人に追認。これは、相手に対抗できない。 相手から取り消しが来ちゃった場合相手の取り消しが勝ちっていう論点ありますよね多分これっていうのは何度も何度も演習をしていればあああそこだなって分かるんですでも一般的にね今皆さん勉強してるでしょしてない人に無権代理に対して追認って言っても何が来るって言ったらみんな分かんない普通の人は分かりませんよ勉強してるからこそああ,あそこだって分かるんですいろんな角度を考えちゃうんですでも出るところは集中してるんですよだから結局のところ 結局これについてもやっぱり演習が全てなんですよ演習で決まるんですで一番下一つ一つの科目は学習したが全科目の知識を引き出すのに慣れてない これは一個一個勉強しても全ての科目でいきなりこれを出しなさいって言っても始めるん無理なんですよねじゃあどうすれば引き出せるかって言ったらごめん今日3回目です同じ字を書くだけです結局演習なんですよ結局は要求されるのが演習である程度伸びるのににもかかわらずインプット作業をするっていうのは 知識を伸ばす勉強じゃないんですよね。点数を伸ばす。正解だったんですが、点数を伸ばす勉強になってないんです。一番下の絵を見てやってください。長いバーの、え、一番下のね、一番、一番下の絵のインプットってところから。インプットってあります。今までは、自力をつけるためのインプットをやっていたんです。1ページの一番下だよ。で、横を見てください。ある程度の点まで行くには、 オーソドックスな演習を繰り返すこれが一番いいんです点数を伸ばすにはやっぱり演習が一番効くんですよでその横ただそこである程度までいくけどそこから先伸ばすにはちょっとこれはいろいろなことをやんなきゃいけないそれは一番上に載ってますがハイレベルな演習をするだとかそれとか テキストの読み込みをするだとかそういうことをしないと最後のあと一歩ってはいきませんで今回はこの最後のあと一歩の話じゃなくその前のところこれをメインに説明していきますじゃあ教材えこちらのレジュメの方は2ページの方を見てくださいよいしょこの話で、ね。 画面ののに出しててまますすね今このページを見てますから必勝学習法、基準点付近まで持っていく全体の学習法と、よし1番、選択と集中、やっぱりこれは要求されます、すべての科目で全部,の論点を全部の問題を解くというのは、物理的にはできるかもしれないけど、繰り返しができません、物理的に難しいし、繰り返しもできません。 なんで絞って繰り返す絞って繰り返すということやはりこれがある程度のところまでは必要になりますでその絞り方が2つあります1つ目の墓地過去問の範囲で絞っちゃう過去問の年度なり過去問を解く分野を絞っちゃうそしてもう1個出題分野で絞っちゃう この出題分野で絞るって話については、後ほど7ページのところで説明します。じゃあ、2ページの方また戻りまして、じゃあ、去問範囲で絞る、どんなふうに絞ればいいかという、私の指針を今、この図のほうにつけました。 えっと民法からすべての科目推奨と時間が取れない方用に分けましたまず民法については平成10年以降がいいと思うんですで時間が取れない方は10年から20年までにしちゃってくださいというのが最近になればなるほど文章は長いんですよあの演習をする理由っていうのは知識を固めるためなんですだったら 文章が短いほど短ければ短いほどがいいんですよだから最近の問題をあえて外すんです最近の問題をあえて外してちょっと古めの問題にして文章を短めの問題で繰り返すだから10から20としましたで米印推論問題は絶対飛ばすようにしてください いわゆる学説型の問題はもう何年も出ておりませんからもうそれは絶対にやらないようにしてくださいで次不等法不等法推奨は平成元年以降で時間が取れない方でもこれは10年以降です合科目は過去問の数を削れば削るほど知識量が落ちます 得点源が落ちますので、ここは削る、これ以上は削らないがいい。次、会社法。18年以降の会社法改正以降の問題にしてください。その前の問題は、ほっとえっと、大部分がいい問題じゃありません。やって悪いかといったら、対抵が悪いんです。やっちゃいけない問題が多いので、手をつけないようにしてください。米印。 商法相続、商行為、これに関しては昭和からすべてやるようにしてください。商等法、株式有限は18年以降、会社法改正以降のものがいいでしょう。それ以外は平成5年以降のもの、会社法改正絡んでませんから、それ以外は平成5年以降をやっていってほしい。右のページ右の方に行きまして、憲法。 これ、も憲法は推奨年度、もう15年以降です。そんなに数もありませんから、ここはもう常なに分けておりません。次、刑法です。刑法は、15年、平成15年で4問から3問に変わってます。4問から3問に変わってます。でそこからやっぱり出る分野を限定してるんですね。4から3になって限定してきてるので、やっぱりその限定した分野を先にやるのがおすすめです。ただ、古いものもたまに出てきますので、 だからその時に再生を踏ま五て5年以降としましたちなみにこの5年っていうのが5問から4問になった時なんです5問から4問5問から4問になったのが平成5年で4問から3問になったのが15年なんですここで傾向が思いっきり変わってますのでこの辺りでぜひメリハリをつけてみてください次民事訴訟 これも平成5年以降が推奨ですが、時間が取れなければ15年以降とするのもいいと思います。というのが、ちょっと古めの民俗の問題って、古めのものってそんなに多くは出ないんですよ。やっぱり最近のものの方の繰り返しの方が多いんです。なんで、古めのものに手を出すよりまず先に15年以降と絞るのもいいと思うんです。執行と保全、推奨は5年以降ですが、時間が取れない方は、執行は10年以降で、 保全は二十以降で十分です。あの保全法は実はほとんど去むの焼き直しなんですよで。しかも直近の焼き直し、直近10年間の焼き直しだけでも相当取れちゃいます。しかも1問ですからね。なので、保全法なんかはかなり絞ってもいいんじゃないかと思います。で、教託法。これは推奨は五5年以降。 で時間が取れない方も15年以降15年以降としたんですけど20と悩みました教託も結構繰り返しは多いんだけど最近ちょっと繰り返しが少し減ってきてるので20としてちょっと計算してみたら20じゃちょっと足りないところが出てきましたなんで15ってしました20にしようかどうか悩んだところでしたここは一応これがもしご自身で絞るとしたらこれを使って絞ってみてください でご自身で絞りきれなければその下に載っていますが講座をお勧めしますお勧め講座2021年直前卓越過去問絞り込み講座といったもので運の講師の方が毎年実施している過去問これをやっときなさいと,といった過去問の絞り込み講座というのがありますご自身でやりきれなければこういう講座を使うというのも一つの手段だと思います じゃあ次の3ページの方に行きまして選択と集中です繰り返す必要がありますじゃあ本試験まで全科目を何回やるべきなのかとっていうと左側推奨が5回です推奨は5回右側最悪でも3回 推奨が5回、最悪でも3回。で、左側見てください。推奨としては、2週間で1週ずつ。2週間で1週ずつ。そうすると、今から4月いっぱいで1週、5月で2週、6月で2週で全部で5週です。で、右側。初受験者や2回目受験の方であれば、 3週が限界かもしれませんでこの右のパターンは見てもらうと分かるんですが一月で1週一月で1週ですで今から5月半ばで1週5月半ばから6月半ばでもう1週で最後までここまでくれば2週間に1回ぐらいいけるだろうってことで半,半月で1週という形にしています。 ってなると疑問に思うのが次の3番です。いや2週間で全部なんんてできんのとでこれなんですけど演習をメインだからね読み込みなくて演習ね。で2週間で例えばこういった合格ゾーンとかを全部回すっていうのはまあそりゃ普通難しいと思うんです。全部やるんだったらねその1読んでみてください。 ちょっと同じことを角度変えていきますと、よいしょ。例えば即時取得ってことを勉強してね、即時取得ってことを演習するとしたら、例えば直近の問題18、18の14、30の8と18、18の13、28の8、2問もしくは1問だけやったら、次の所有権という次の分野に行っちゃうんです。で、その次の、ね、分野についても、例えば直近の問題を1問やったら、 もしくは1問2問やったら次の分野に行っちゃうんです1分野1問ないし2問1分野1問ないし2問いったら次に行くんですでここまでちょっとずつねインプットをやっていれば1問でも解けばね一問でも解けばある程度知識って戻ってきますでな知識が戻ってきた時に、ね、あっここ,ここはこういう論点だけど こういう論点もあったよなっていうふうに思い出してきます。1問だけ解く、もしくは2問解いて次に行っちゃう。これであれば2週間で全範囲はいけるはずなんですこれがまず1つ。で、甘いこと言ってますが次厳しく言います。その2を見てください。私は初級講座の方に言っています。1日100問解きなさい。 100足じゃありません100足じゃありません100門ですで初級講座に行っていますが実際できる人はできてますしかもこれね午後の3時ごろ終わってるんですやろうと思えばできるんです じゃあどういうふうにやってるかっていうとその下例の1民法不動産会社法などは逆に時間を取ります時間を取って何問解いたかを自分でカウントするんですでその後残りはマイナー科目を解いて100問を目指すとでイメージで言うとねあの100マス計算みたいな表を作るんですよ100マス計算に表を作ってもらって1問2問3問4問とああちょっと書くあと変えよう、えーっとね、こんな感じかな 1> 1 2 3ととちょっとこれ全部,全部こう横軸作ってここで「よしあいうえおと」とこういう、ね、表を、ね、作ってもらってあの、ね、自分でチョイスした問題を「あ」が「まる」「い」が「まる」「うが「まる」「え」が「まる」「お」が「まる」とかいうのをつけてこれが全部100マス埋めたら終わりという形の100マスを作ってもうそれでね 1> 1日100問チャレンジっっててことをやってもらってますもちろんこれはあの基本的にあの日中働いてない方が前提ですだから普通に1日100問働いてる方であれば土曜日曜しかこれはできません土曜日曜しかこれはできないと思いますで,できればね土曜日曜であれば1日100問は目指してほしいで平日はどうかって言ったら平日はできるだけ解いた数をカウントしてください何問解いたか 何問解いたかで昨日何問で今日何問とそれを比べていけば昨日よりやっているのか昨日よりサボってるかが分かりますやっぱり問題数を設定しないと多く解かないんですよ何問って決めないとその下の×を見てください右のような学習はおすすめしませんここなんですこれを守れるかどうかです1個目のポチ 一問一問解くたびに解説を読むこれをやめていただきたい解説を読む作業をやめていただきたい多分こうだと思うんですよね問題を解くあーまるいい×う、e、ーまるあーまるお×ってやってで答え、うん、当たってるああでも怖いな一応内容を読もうかなあ、うん、そもそもどういう内容だっけな ああ、そういう内容で、俺、こういう感じだ。ああ、その通り、そのり通り、いい、なんだっけ。あ、で、これでこういう論点になったよな。うわ、解説なげう、確かこれでバスだったよな。うわ、解説なげちょっと待ってね、これ、解く時間と読む時間ど、どっちが長いですか、これ。読む時間、等復時間と読む時間で、明らかに解説読んでる時間の方が長いんですよ。で、しかもですよ。 でも5問解いてね、5問解いて、5問が5問ね、全部が当たればもちろんいいんですけどね、外したとしても、どうせ1問とか2問だと思うんです。大体が当たってるんですよ。で、当たってるにもかかわらず、解説読んでるんです。得られたものは自己満足。失ったものは時間です。悪いことは言わない。間違えた問題以外は読むのをやめなさい。間違えた問題以外は読むのをやめなさい。 それでだいぶ演習の、ね、数は変わってきます。間違えたものは、ね、別として、それ以外は読むのはやめてください。これで1日の問題数は相当稼ぎます。これは保証します。で、間違えたものはどうかって言ったらね、間違えたものは、もうこれは仕方ありません。解説読むしかないんですよで。ただ、このこね、解説読むとしても、2度読まないようにしてほしいんです。 もっと言うとね、例えば、こんだけ長い文章を毎回毎回読みたいかって言ったら、私は嫌です。だとしたらね、どっか一行だけ色つけるんです。ここだけ読めば分かると。ここだけ読めば理由付けが分かるところに色つけるんです。でどうせ間違えた問題って2回、3回間違えんですよで。毎回こんな何行も読みたくないと思うんで。 ね、ここさえ読めばいいんだってところにマークをつけるんですでそうすれば次は次はそこ,だけ、えー、そこの部分だけ読めばいいんですごい早く進みますまたどうしてもそれがなければ自分で左側にメモしちゃうんですこういった理由でバスだよとそれでもいいんですよで一応これが大前提で これはお任せするんですが結構おすすめのやり方がありますこの囲問の問題あるじゃないですかこの問題文にもう線を赤字でつけちゃうんです線を赤字でつけちゃってここが×とここが丸っていうふうに赤字で全部入れちゃうんです赤字でねちょっとこれごめんなさいあの商品なのでこれ赤字つけるとあとで怒られるんですとやれないんですけど赤字をつけるのねでなんで赤字かっていうとつけるんです赤字でつけるでしょ そうったらその上に赤のいわゆる下敷き赤の下敷きを載せるとその線を引いたところが消えるんですよこれ何がいいかっていうとやっぱ嫌なのがこのパラ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 こうめくる作業なんですよこれがめんどくさいんですよだったらここにどんどんびっしり書いちゃってあとはそこだけ赤字のところね隠しながらもう見ちゃえばこれが丸かバツかすぐ分かって理由付けも分かるとっていう状態にした方が早くできるんです そういういいやり方もお勧めいたします。とにかくや,れてやってほしくないのは解説を読むことこれをとにかくやめてほしいんですこれで演習の数は絶対増やせますもう一個のポチを見てください一問解くたびにテキストで記載場所を探すこれはもうこの時期まで来たら何があってもやっちゃいけません何があってもやっちゃいけません 時間取られるだけですでしかも得られるのがやっぱり自己満足なんですよ。でこのやり方を進めていくと大体言われるのがじゃあ先生そのやり方やったら結局その問題は解けるけどひねられたら解けないじゃないですかとこう言われるんですよ。いや確かにそうですよあの。もちろん土台がなければその問題は解けるけどちょっと文言変えられたら解けなくなっちゃうとこうはなるんですけどでもその問題出たら解けるんでしょう 点数は上がるんですよ少しはやり方にはこのやり方には弊害はあります毒はありますでもある程度点を伸ばすんだったらやっぱり問題をひたすら解いてその問題を覚えることこちらの方がまずは手っ取り早いんですよその下泣いてる顔を見てください僕は何があっても読みたいんですお願いだから読ませてくださいとはい えーとね、右見てください読んでいいところとしては一つはマイナー科目ですでマイナー科目とかほぼ学習しない分野とかですこれに関しては多分ねあの日本語が意味がわからないとっていう状況であればさすがにねその過去問自体は覚えることもできませんだから明らかにこれはもう日本語はわからないと意味がわからないといったものに関してはそれは読んでもしょうがないしそれやってくださいその場合も演習の量をもう鼻から削ってください 100, の100からちょっと削ってもいいと思いますまたもう1個は次のポチあまりにも間違いが多い分野何度も何度も間違えるその分野の間違いがあまりにも多いんだったらそこはもう演習が終わった後その分野に絞って読み込みましょう絞って読み込むどうも区分建物の間違いが多すぎるととなったらいつもの演習が終わったタイミングで区分建物だけ読み込むとか そんなようなことをお勧めします。で、また後でも言うんですが、よいしょと、結局、あのできない方に限って自己満足する学習に走りがちなんです。この時期やる勉強は自己満足の学習じゃないんです。 点を上げる学習なんです自己満足の学習は今まで今の時期までの学習が自己満足の学習なんですここからはどうすれば点が上がるかという学習にシフトしていってほしいんですよしじゃあページを切り替えましょう4ページ5ページ 平日の学習、休日の学習、1個目のポチ、平日2時間から3.5時間をどう使うと、おそらくふあの働かれている方、うん、と仕事がまあ5時、まあ、6時、7時に終わる、うちに帰ってきて、なんだかんだやったら、8時、9時になってしまう、そうすると、勉強できる時間が9時から始めて、9、10時、11時、12時、だいたい3時間、よくて3時間から3時間半だと思うんです。 でその3時間半と設定してそれをどう使うかその人に言ってください期日を解くっていうのはどうでしょう期日っていうのは解いた時間数と伸びた力っていうのは費用対効果かなり悪いんですよ解く時間ですごいかかるでしょでも得られる能力ってそんなにないんですよじゃあそれを平日にやるべきかっていったら私はノーだと思う 平日は卓越学習に絞った方がいいいと思いますで次のポチ平日の気質学習はひな型の勉強やあとは間違えた答案の確認これぐらいに絞った方がいいと思うんです問題を解く以外の勉強がいいと思います問題を解く以外の勉強 で今年の,豪の方の勉強法を見てあこれいいなって思ったのがあったんですでそれがあの実際に答案丸バツついた答案をちょっとねプリントアウトするんですよ丸バツがついた答案をプリントアウトして間違えたところ間違えたところだけをね貼り付けてそれその横にどの論点何の論点で間違えたかっていうのを書き込むんですあるところでバッとついたとでその横のところにね、えっと、可能数についてはこういう要件じゃない取締役会でかえ決議はできないとっていうふうに横に書いてるんですね 間違えたその間違えた論点を横に書くんですでその横に書くことによって、あ自分これでこう間違えたから、もう次はやめようと。っていうことが意識づけられたと言ってました。間違えた答案を見るっていうのは、自分の失点、自分の失点を強くする、自分の失点をカバーするために結構いい素材だと思うんです。なんで、ぜひ、答案、間違った答案をぜひ見返してみてください。これは自分の論点不足も補えるし ひな形不足も補います。で、その下見てください。実際的にスケジュールをちょっと,見て、えー、と作ってみました。例えば、ファイナル編3回目の週、これってのは午前科目の週です。月から日までって夜え、民法1時間半、会社法1時間で、マイナー科目を絶対入れておく。 で火曜日は民法、会社、そして刑法、マイナー科目を入れる、水、木、金とやっていって、そして土曜日です、で土曜日になったら、必ず起立問題を解きましょう、一問一問え、土曜、日曜で必ず解いていきましょう、そして残ったところ、昼と夜については、民法、会社法の残り、マイナー科目の残り。 具体的に言うと、さっきそのやるかというと、例えば民法とかを1日、あと1文や一問ずつ解くと、1文や1問ずつ解いていって、例えばね、月曜日から金曜日までのところで、下巻の途中までいったと。っていったら、残ったところ、その残ったところをまだ時間が取れる土曜日のところで、全分野いけるように下、ね、下巻の途中から残った分野1問ずつ解いていくと。で、同じようにマイナー科目の残り部分、これもや土曜の夜にやっていくと。 でこちらの方については、こいつふ順番は逆でも構わないし、トータル時間で、トータルで土曜日の間で全部終わらせるでもいいと思うんです。で繰り返しになりますが、この1週間使って、できるだけ一週はできるように、一週間使って1週はできるようにしてほしいんです。 で、日曜日。日曜日。午前中の方で当練を受けて、昼に復習。そして、夜は復習の方にするか、やり残したものがあれば、そのやり残しをやっていく。で、あとでも次のページでも言いますが、当練の復習は絶対その日のうちに終わらせる。次の日に絶対持ち込まないようにする。で、その下の段。ファイナル編4回目の週。 これっていうのが5科目の週です。で、宅一演習については、5、科目メインになります。月曜の夜、不登法1時間半、小登法1時間、そして民祖系、マイナーを絶対入れておく。で、火曜日の方は、不登法1時間半、小登法1時間、そして民祖1時間。次4のところで、不登法、民祖執行保全。ちょっとマイナーの数を増やさないと、5科目で回ってきません。なんで、不登法は絶対入れることにして、 あとはマイナーと小投法をどうばらまくかというのは人次第だと思います。で、あとは土曜日のところは同じ。日曜も同じと。こんな感じになります。これで2週間ごとに全科目を回していくというプランなんです。今からこれができる方は2週間ごとにこれやっていく。まだまだこれはきついんなったら、ちょっとこのボリューム感を少し広げて、1か月で全部回すという形にしてみると。 5ページ以降お願いします4番続きましたねごめんなさい本当は5番にすべきだけどまあいいや「当蓮との付き合い方」「括弧1受講の勧すすめ」こう悩んでる女性のお吹き出しを見ててください、うん、今まだ実力が上がってない実力が上がるまでは当蓮を回避しようと自分の勉強だけに特化しようと。 こういういお気持ちになるるのは分かるんですですが右を見てください。登壇を受けることって実はいろいろメリットがあるんです。三法方、登壇を受けるメリット。1個目。普段のの学習知識がが身についていてるかの確認ができます普段自分の家で落ち着いた環境で過去問演習をしているでそれが本当に自分に身についているなのか上部だけなのかっていうのがテストで分かります。 過去問の丸暗記になっているのか、習得できているかがわかります。次、知らない分野へのアプローチの訓練ができる。え、米印入れました。見たことない問題はある程度絶対本番で出るんです。 あの実際過去問演習だけして本番に行ってしまうと何が起きるかっていうと過去問演習って「あいうえお」って全足知ってるはずなんですよ全足やったことがあるはずなんですよだからやったことがあるかあるはずなんだから思い出す作業のアウトプットなんですよあーこれどこでやったっけなーって思い出す作業ですが本番は見たことも聞いたこともないものどうしたって出るんですよで普段 この見たこと聞いたことない問題のアプローチをやってない方は本番でパニックになるんです。なので見たことない問題のアプローチの訓練として、倒練っていうのは使えると思うんです。それ次のポチ。時間配分の訓練。択一を何分で仕上げる。気質を何分で仕上げるっていう時間配分の訓練にもなります。 ただ、一番今日伝えなかったのが次のポチなんです。次の1週間の学習方針が決められる、自分の弱点の把握、得意分野の把握ができる。まあ、こんな絵を作あの持ってこなくても分かると思うんですが、それでもあえて作らせてもらいました、あの診察、お薬、診察、この診察に当たるのが、通れなんです。 等連を受けると自分ががどこが強くてどこが弱いか分かります強いところが分かったらその強いところはお薬入れませんよね弱いところが分かれば弱いところにお薬を入れるんです。で弱いところにお薬を入れてもう一回透霊を受ける次の次療透を受けるとあ弱いところお薬入れた分ちゃんと効いたなってこともあればあれお薬入れたの効いてないんだと。 じゃあもっと強くしなきゃと。ってこともあるし、強いからお薬飲まなかったら、次の当連で落ちてしまったと。って言ったら、あこの科目って、普通に勉強を続けないとだめなんだなと。それも分かるんです。ちょっと具体化しましょうか。下の方に、ファイナル弦、1回、3回、えー、1回、3回、僕3月以上だったら5回にす,番下5にするつもりでした。ごめんなさい で、そこについての、何問間違えたか、といったものが載っております。で、ちょっとこちらの方を見てほしいんですが、よいしょ。あの、レックの答練では、解説の方。こちらの冒頭のところに。その問題の難易度を入れています。二重丸っていうのは、絶対解けなきゃいけない問題、基本的な問題です。丸っていうのが二択に追い込まれる問題。 三角っていうのがある意味捨てもある意味難問みたいなもんですで当連が終わったら何問取れたはもちろんそうなんだけどそれ以上に二重丸を何問落としたか丸を何問落としたか三角を何問落としたかそれを見てほしいんですちょっとねこれファイナル編一回ってやつを見てください 皆さんはもしこういう成績だったらどのその次の週どういう勉強をしますこれだったら私だったらね、えっと、民法については民法についてはちょっと発展的な学習民法に関しては密室の問題そういったものを中心に勉強する一方会社法は 20丸を落としてるんだから、これ20丸落としてるんだから、基本的な問題に集中する、私はこうします。じゃあ次、ファイナル編3回、こうなったらどうする結構これ、焦る、あのね、民法で発展的な勉強をしすぎたせいで、民法の基本を落とすようになっていると。 あ、これ民法はちょっと基本問題をちゃんとやらないと自分落とすんだなと。っていうのと、会社法、まだだめなんだなと。会社法がまだだめなんだなって思うんでしょうね。じゃあ一番下、3回と言ったけど、本当は5回にしたかったところ、一番下見てください。ファイナル編3回になってますが五5回にしたかったんです。ごめんなさい。これっていうのが、よいしょ。ここね、ごめんなさい。本当はこれ5回にしたかったんですけど、すいませんね。これね、 ここが同じなんですよ。これ同じなんです。同じだけど、間違い方が違いますよね。間違い方が違いますね。これって学習方向としてはいい方向に行ってるんで分かります点数が同じだけど、いい方向に行ってるんですよ。あ、会社法の基本がだんだんできてきたんじゃないかとっていうふうに思えるんです。 多くの方がいるのが、あのね、自分の成績がどうであろうとも学習の方向性を変えないっていう人がいるんです。基本が取れていて、応用が取れないのに基本ばっかり繰り返す。点が伸びるわけないんですよ。逆に、応用がまぐれで当たっている、点数がいいんだけど、応用がまぐれで当たっているだけで基本ばっかり落としている。にもかかわらず、基本をやらない。 これもよろしくないんです当連っていうのは弱点発見期なんですこれを見ることによって翌週以降の自分の方向性が決められますまあ多分そうは言ってもね点数見てやっぱ一気一流はするんですよでね点数を見て一気一流した上であとは二重丸丸三角の間違いの数を見て 自分がどういう勉強をしなきゃいけないかというのを毎週毎週確認してほしいんです。あんまり繰り返すと怒らなあの嫌がらないんで言いますけどあの初めに学習計画決めるでしょそれは自分の成績で変えるべきなんですこっから3か月びっしり計画決めてねここでこれやってここでこれやってとっていうことをガリガリに決めるんじゃなくて1週間ごと。 1か月1ヶ月長いかな2週間ごとにやるべき内容は変えるべきなんですでどう変えるべきかっていうのが当連でわかるんですぜひこの当連を自分の学習の今後の計画として使ってください,いじゃあちょっとページの方は切り替えましょうか6ページの方に行きましょうか 復習範囲、注意と入れました、え当連、これに振り回されないようにしてください、あの最悪のシナリオを言います、学習がなかなか追いつかない、当連、申し出ているのは、予備校が出している予想問題だ、よって、俺はこれしかやらない、これをやれば受かるんじゃないかと、過去もそんなもん知るかと。と言って 予備校が出している公開模試と模試の問題で繰り返す最悪の方向性です当連模試というのはあくまでも補助ですやるべきことは自分の毎日の勉強そっちを優先してほしいんです丸一見てください絶対に守るべきこと当連の復習は受験した日のうちに終わらせるその日のうちに終わらせるです っていううか角度変えて言ようその日のうちに終わる復習しかしないその日のうちに終わる復習しかしないってことなんです。丸二番見てください復習する範囲全問題全足を確認する絶対ダメ絶対ダメもうこれは論外。 一番上あ上から2つ目判断しなかった足間違えた足のみを確認する次間違えた足のみ確認する間違えた足でかつ星3つだけ確認するちょっとまた同じなんですがよいしょレックの答練の方では一問一問について重要度について星3つ星2つ星1つをつけてます一番本当に短縮する学習としたら 間違えた足例えばこの問題で「あ」と「い」を間違えたと「あ」と「い」を間違えたんであればこっちを見た時にね「あ」が3つで「い」が2つか「いやこっちだけ復習しようと」と最悪これぐらいです多分これが一番短く済む学習だと思うんですよこの上から2つ目3つ目4つ目 あとはご自身の残った時間と点数で決まると思います。点数が高ければ高いほど上が選べますし、点数が低ければ低いほど下を選ぶべきです。その日で終わる分量にすべきなんです。はい。じゃあ次5番。NG な学習法、学習習慣。これらの習慣、行動はお勧めしません。1個目。当連の復習に1週間かける。 さっきも言っ,てさっき言った話ですけどね、もうこれは本当にやめてください、あのー、よ本当、これさえできればなんとかなるんじゃないかって毎年いらっしゃるんですが、もう絶対 NG の行動です、次、新しい参考書を買う、あ新しい新刊が出た、よし、買ってみようと、あの新しい本って3回ぐらい回さないと、自分の血肉に,にならないんですよ、ここから3か月で3回なんか回せません。 もうこれかからとにかく本屋に行っちゃいけません本屋には行かないでください。学習本を探すのに本屋に行くのは絶対無事です。と言って、お前そろそろ本出すだろ。黙ってろ。次のポチ過度に学習範囲を狭める。これもいるんですよあの、ねこう。やっぱりやることをどんどんできるだけ少なくしたいって言って学習範囲をこう狭めていく。さっきも言ったのが選択と集中っていうのは過度にやる方がいるんです。あのね、極論すごいい方がいて あのね、3か月前やったときに「過去問は直近10年分でいいですか?」と「まあ、もうちょっと80秒」ま「あ、10年分でもいいかなと」とで聞くあの会うたんびにねそれはあのだんだん狭まっていくるんですよ「過去問5年分でいいですか?」と「いや5年分じゃ足んないよと」とで最後直前1週間になった時にね「直近2年で勝負したいんですけどどう思います?」と「どう思います?」じゃないよそんなの狭めるってことをやるとだんだんこうなっちゃうんですよ 狭めすぎるっていうのは危険だと思ってください次これも注意です合格レベルの方のやり方を真似るあの例えば SNS とかツイッターとかブログとかでいろんな方のいろんな学習法は載っていると思うんですでぜひその方のレベルを見てほしいんですその方が高いレベルにいてそこから伸ばすための勉強法を書いているとしたら それはご自身に向いているかかどうか今、取るべき学習なのかどうかといったら多分、違う方が多いと思うんですあの。人のやり方を真似るとしたらその人がどういう環境でどれぐらいの成績の方かというのを見てください。例えば、もし対象,外の人ら対象外の方だったらごめんなさい悪いんですけど私、結構言ってるのが、あの小学生の方はツイッターとか SNS とか見てもどうせ無駄だよって言ってます。 っていうのが小学生の方で合格レベルのある方が Twitter とか SNS で記事なんて普通あげないんですよだから出てるものっていうのはそのあなたにとって合ってる学習法じゃないですよっていうんですやり方を真似るとしたらそれはどんな環境でどういう方のやり方なのかっていうのを見てくださいでこれにも連動するんですが次のポチ必要以上に SNS に触れる この SNS に触れるってことが自分のいわゆるまあ余暇になるとかリラックスができるとかそういったんだったら全然構いませんそれはもぜひやるべきです情報集めでやった方情報集めした方が自分が落ち着くんだっていうのではやるべきですでもこれはどん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 過度になってる方がちょっとね悪いんですけど最近多くなってますあのー、こう自習室とかたまにこう後ろから見ててなんか湿気のようブルッとなってる 見て、この人、一体何しに来てるんだろうと、多分私私の SNS やらないんでわからないんですけど、多分なんか、なんか来たら通知が来るって設定なんでしょうね、そのそのその通知ばっかり見たって、学習になってないって方も結構いらっしゃるんです。なので、過度に触れないようにはしてください。では、最後になりますが、7ページ以降になります。 科目別の学習法についていろいろ指針をしたいと思います1時間近くになりました少し軽い休憩をしましょうか首を回すなり肩を揉むなりなんなりしましょうかあの,願書の方は皆さんお取りになったでしょうかあの最近減ってきましたけどあのレックが願書を出してくれるというふうにたまに誤解する人がいるんですけど出しませんからあのご自身の方で願書は出すようにしてくださいまた受験解除の方は確認されたでしょうか あの地域によって受験会場の方があが早い番号だったらここ遅い番号だったらここというふうに出てますそのあたりもぜひ見てくださいまたもし去年おととしのところで受験会場がのもし、ね、同じところであれば評判なんかを探すといいと思うんですあんまりこう強く言うと怒られるんですけど某東京の某学校は私は全くお勧めしませんあの教室の幅がすごい狭いとかあのエレベーターでないと上に上がれないとかそういうところもあるんですよね なんでもしよかったらね、あのそのあたり情報を集めるのもいいと思うんですよ。あの去年の会場どうだったかとか、いうのを調べてみるのがいいかもしれません。じゃあ、7ページいきましょう。科目別学習対策。科目ごとに、これを優先してやりなさいという分野です。ある程度点を伸ばすとしたら、こっから真っ先にやってくださいと。で、次に、過去問に頼れるかどうか。それも入れました。 最後にアドバイスを入れましたちょっとまず極端のところかでやらせて上から3段目刑法刑法って一番初めに財政法廷主義って勉強するんだけどあれ15年以降あじゃあ平成8年以降出てないんですよ見て総論総論は違法性未遂共犯こっから一問はまず出るんですで角論財産犯からほぼ毎年一問出るんです だとしたら、まず真っ先に勉強するのはこの4つですよね。この4つをやって、後の時間で、財形法定主義だとか、偽造罪だとか、放火罪だとかっていうのは、後にやるべきなんですよ。意図は伝わったでしょうか優先すべき、本当によく出るところで、まず優先しましょうってことだね。それを今からやらせてください。じゃあ、一番上からいきましょう。憲法。人権問題は知識。 裁判の結論と条文の意味、統治の方は知識問題、で、条文知識と推論、過去問に頼ることができるかっていうと、できません。過去問だけでは網羅ができません。で、アドバイス、ここ意識して、人権、違憲の判例を覚えるです。だって、ほとんどの問題はあの憲法に反する税では罰なんですよ。 で憲法に反しないって言ったら丸なんです大体憲法に反しないんですよ。だったらまずは憲法に反するって結論をちゃんと覚えちゃって、知らな,ないものが来た場合は、あっ、たぶん反しないだろうなって答えが当たるんです。だから人権の勉強はちょっと抑えめでいいと思うんですだって憲法に反する事件なんてほとんどないんですから。だったらできるだけ時間は下の方統治です。統治に持ってきましょう。 統治はやればやるほど点は上がるんです。で、次、民法。民法は全部で12個テーマ。この12個のテーマが本当によく出るんです。まず真っ先にやってほしいのはこの12個のテーマです。人、意思表示、代理、時効、177条、養液物件、抵当権、ちょっとこうやってる、非典型担保。 ずっと出てるからね。非典型担保ずっと出てますよで婚姻よ親子相続人遺言この12個のテーマを真っ先にやってほしいんですで過去問に倒れるかっていうとこれがそんなに倒れないんですよっていうのが事例が長いんです事例が長いから問題演習で得られる能力っていうのが 費用対効果が悪いんですよ問題解くのに時間がかかるんだけど得られる知識は少ないとだからその横を見てほしいんですができるだけ問題数を絞ってください民法に関しては問題を解くものを絞ってくださいでさっきもちょっと言ったんですができるだけ文書は短いもの短いものにして知識が確認しやすいものに絞ってほしいでその下 むしろ暗記量をちゃんと増やしてください。で、次、4段目、商法。やっぱりよく出るのはこの4つです。設立、期間、持ち分、企業再編、この4つなんですね。で、過去問に頼れるかって言ったら、これが頼れないのはご存知だと思います。18円以降しかありませんから。 そしてお勧めしたいののがその横です暗記したらすぐ解く、暗記したらすぐそこを解くちょっと右開きにしてもらっていいでしょうか8ページ、9ページすいません。 この会社法の問題ってやっぱり長いんですよね。これ長いとなると、結局、何を勉強したらいいかがわからないんです。どこを切っていけばいいかわからないんです。右のページに表がありますよね。これは何かっていうと、違法行為差し止め請求、違法行為差し止め請求のまとめ図です。で、これって出る点がほとんど決まっていて、一番右。 どのレベルの損害になったら止めることができるかどのレベルの損害になったら止めることができるかっていうかこれしか出ないんですよで出ることを覚える出ることを覚えたらすぐに問題でその単語だけに追っかける覚えるべき内容は基本著しい損害著しい損害レベルで止めることができるただし株主がやる場合 株主がやる場合で一定の場合は回復することができない損害まで必要だとあ覚える内容はこれなんだねって分かったら今度はすぐに問題を見てもらって問題で回復することができない損害著しい損害著しい損害とそういうところのキーワードだけひたすら探していくんです。 会社法に関してはこんなように、覚えたらそこをすぐ解く。覚えたらそこをすぐ解く。これが点をえある程度上げるためのいい技だと思うんです。民法みたいにざーっとね、全部や見てから解くというよりも、その分野分野ちっちゃくね、ちっちゃく覚えたらすぐ解く。ちっちゃい単位で問題演習することをお勧めします。7ページの方に戻ります。 ちょっと延長しますね。ごめんなさい。次、民事訴訟法。え、よく出るのが実は2つしかないんです。民事訴訟。5問なんですよ。5問のうち、よく出る分野が2つしかないんです。1つが訴訟の終了。訴訟の終了っていうのは、判決で終わる場合と判決以外があるからね。判決で終わる場合と判決以外があるからね。あともう1個は証拠。証拠の分野。この2つが毎年出るんですね。ただ、 残念なながらこの2つしかないんですよ5問中、狙いが2問しかないんですよ。それで右を見て、ここに関しても、覚えた単位ですぐ解いて、覚えたらすぐやってほしい、ちっちゃい単位でやってほしいんです。というのが、民事訴訟って、実はやっぱりこう、事例問題がなく、条文問題ばっかりなんです。 でその条文もね読んでなるほどねっていうよりもはあそんな感じっすかとこんな感じなんですよねでこれをざーっとある程度やってから問題見るとねどこの話か分かんなくなっちゃうんですよなのでちっちゃくねもうある分野を読んだらすぐにそこを解くといった方が点は上がると思いますで次不動産執行 あ、じゃあ民事執行は民事執行。不動産執行メインの出題から今変わっているのはご存知でしょうか。今までは不動産執行はずっと出てましたが、ここ8年、7年、不動産執行は出ておりません。だから、そこに時間をかけるのは得策じゃないんですよ。むしろ民事執行の総則とか、再建執行、こちらの方にぜひ時間を突っ込んでほしいんです。 一方次、民事保全これもずっと同じです保全命令保全命令をメインとした総合問題なのでここは残念ながらメリハリがつけられません保全命令はメリハリをつけないでください,い民事保全民事保全はメリハリをつけないでください次司法書士法ここ2年来てませんがその2年以外よく出てるのはこの2つです 法の司法出術の義務と書士法人です。で、次、教託法。弁済教託、保証教託、執行教託、こっから少なくとも2問来るんですよ。で、2、教託手続き。教託手続き、入れる手続きと横、払い渡し手続き、引き出す手続き。 この二つ、で、特に多いのは払い渡しの方です。で、今のこの科目と、二個前の民事保全は、過去問にタオルが。二十丸になってますね、二十丸。で、この二つは本当に過去問メインで、で、押し切っててほしいんです。で、立場あるのは次なんですよ、不動産登記なんです。 不動産登記で卓越の問題数が多いんですが、実は本当によく出るっていうのが少ないんです、これ、見てください、5個ぐらいしか言えないんですよ、相続登記、要閲権、仮登記、添付書類、登録免許税、でなおかつ下の米印、これが立ち悪い傾向が毎年変わります。だから残念ながら、ここは分野で絞るのが難しいんです。 ここの過去については分野が絞り込みにくいという意識を持ってくださいただ横を見てください過去問に倒れますそして横演習メインにすべきですで不等法に関しては演習すればするほど新しい発見が出ますというのがあの以前は普通に「丸って答えたのによく考えたらこれ理解関係になるんじゃねっていうふうに やればやるほど新しい疑問が出てきます。なんで、これは数を絞って、で、数をある程度絞って、その何回も何回も繰り返すってことをお勧めします。で、その下に、ね、短めの問題を分野ごとに3から5ピックアップする。分野ごとに短い文章をまず選んで、その繰り返しってことから始めるのはどうでしょうか。次、商業登記。 設立、企業再編、モチーフ、この3つは絶対出るんですよ、絶対出るんです、だからこの3つは優先すべきなんですよ、で、次の丸の二番、これはどっちかが来るんです、遮断か有限かが来るんですで、去年来たのが、やめとこう、<laughs> 去年が来たのは自分で調べてください、で、次三株式資本役員から4問出ます。 ただこの4問については記述の勉強記述の勉強で何とかできるんです卓越の勉強を別個にする必要はありませんで丸四、総論がほぼ出ないんです不等号と違って総論が出て1問なんです2問がたまにあるぐらいだから学習の優先順位としては総論は本当に後回しの後回しになります で横ですが過去問にあまり頼れない。で、その横、アドバイスの1個目、株式資本役員、ちょっとここを意識して、引っかけを意識するんです、引っかけ。株式資本役員系の問題は、結局、引っかけ問題なんですよ。あの間違えたものっていうのを見てもらうと、多分ね、知識はあるんです。知識はあるんだけど、文章が長い。 期日が待ってる、急いで解く、間違える。で、私がそうかもしれない、私の性格からなんですけどね、とううにかく私、商業登記のミスが多かったんです受験生のとき。で、そのときにね、ミスのね、ミスを分類したら、自分の間違えやすい論間違えやすい言い方って分かったんですよ。委任状以外要しない。これだよ、俺よくこれ間違えるなと。っていうように、自分の間違えるパターンを覚えちゃったんですよ。 でそうすると卓一得、卓越トの結構速くなってきました。こので、ね、その商業の今言った分野については、自分の引っかかるポイントを意識してください。一方、それ以外、残念ながらね、マイナー科目と思って、覚えてください。持ち分だとか、設立だとか、覚えないとできないんですよ。 といったところでこれぐらいにしたいと思います。あの、全部が全部真似できることはありません。で、今回聞いた中で、まあ、ぶっちゃけこれは使いたいなと、って思った学習法、ぜひそれを採用してみてください。ぜひそれで、ここから3ヶ月やってみてください。さあ、最後に2つことを言わせてください。1個目。最低3回は回すこと。できれば5回。もう1つ。解説は読むな。 本日の会談は終了します。最後までご清聴ありがとうございました。